大阪ジョースロップです。今日はですねこちら限界突破最弱のスケルトン、はい、やっていこうと思います。まあかわいそうな立ち位置ですよね。まあババとか迫撃の方がまあなんだかんだ限界突破しちゃうとねやっぱ強いよね、明らかに。まあけどスケルトンは限界突破しなくても、まあ、デフォルトがねやっぱ1コスだし陸撃もできるしカード回しにもなるっていうので、まあデフォのステータス高いんで、まあ、限界突破そうハマらなくてもまあなんとかなるよねっていうね。別にこいつがね弱いわけじゃないのよ、周りがあの壊れてるだけなんで限界突破は。はい、まあ、全然スケルトンもね使えるよと言ったところでやっていこう。でオールブレイカーもいるんで、まあなんかオールブレイカードリルとかにウッドとかザップとか使わせて、スケルトンがたまたま増殖してね、たまたまタワー届いてくれたら、まあ、ラッキーだなと言ったところで、さあペッカラムの人っすね。おうっ、いやー緊急起動されるのは痛いけどゴスして耐えるね。さあドリルウォールブレイカーマジやっちゃう、攻めは強いね。でまあ防衛もインフあるんで、まあ正直このインフはまあ何でもいい、ボムとか大砲とかでもいいですさえ。まあでもちょっと限界突破ババが強くてラバがねそう地味いるんで、まあ、そこも加味してのインフェですね。あー待ってよ、これはロイジャイですか。お兄さん、お兄さんロイジャイの顔してますね。さあちょっと延命しながらの、これドリルウォールブレイカーまでちょっと見える、いや逆か、いやどうせリア5来たら5来た、延命、いや一発入る、おいデコすぎ、いやエルジャイか何のデッキですかこれは。あーっていうね、自分スケでねカバーしていいね、いい雪じゃない。しかもこれもう1枚いるね、えめっちゃいるよ、トルネコ、いや事故って事故らないけど、おーん何ですかあんたは、いやエリシャいいっすねエリシャいいっすね、ほんとわかんねえな最近はね、いろんなデッキが一応いるっちゃいる、限界突破してないな。そしたらじゃあカルババ限界突破なさそうっすね今回の人は。ケツエルジャイ、これはもう攻めて後でインフェ回収できるんで、なんか楽に防衛させてくれないよね。しかももしかしたらスケ回収までできる。さあこの限界突破スケがどれだけ活躍できるか、左、いや落ちてくれないのちょっとめんどいけど、タルとか来たらねスケ出します。タル来たけど、あれなんかあれちょっと怪しい気もするが、これはインフェ遅れて出すかで、ドリルで耐えたい、いやでも相手もう困ってる、よしよしよし、ちょあの耐えればいいんで、正直耐えればいいんで。842ね、あとちょっとね、マーが来るねこれ、そうだねマーが来る、耐えてる、インフェあるんでちょっとめんどいね。ユニットぶっぱね、危ない危ない危ない、うっゴーストナイスゴーストナイスゴーストナイス、うっ逃げ、うっ一発入る、ちょっと待てよちょっと待てよ、攻めていいな、もう行ってゴーソ最強ナイス、これ射抜きます、この金髪を射抜くために、ほっいっちゃ豚じゃない、豚じゃない、ちょマジでやばい、嘘やろ。ここでドリル防衛をしていく、絶対攻めてよかったんですけど、ドリル防衛してインフェ防衛もしてウッドってダメージ77なんですよね、危ね危なすぎ、いやまあ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 耐えたんでねいいんですよ。まあ限界突破すけな、惜しかったね、なんかエリシャイに気づいたら突っ込んで顔から突っ込んでいなくなってたけど、まあ残ってくれたらねラッキー、結構無限増殖してエリシャイを溶かすみたいなイメージもあったんですけど、まあちょっとゴルナイの突進もあったからかな、全然秒で消えてったわ。まあまあ悪くはなかったね、結局ねその限界突破に頼らないっていうのが大事ですからスケはね。まあ、バーバとかね、ほんと限界突破しなければヘッポコ
お前居場所ないやんっていう感じですけど、限界突破した瞬間ね、なんかカードパワー的な部分で言うと、本当クラルワの中でも1番2番ね、ロケコとハレルね、ロイとハルね、ぶっ壊れになるんで、まあそういう部分はね、やっぱババとかの方がいいんですけど、覚醒状態に入る感じね。さあまあこれゴブリンがいて、まあホグかドリルの2択で、さあこれ禁忌したいんだよな。ロケコ頑張れるかな。あ、なんか俺のウッドがヘッポコだからこそ禁忌できる。これでかいね。あーまあでかいと言っても痛いダメージ負ったけどね。さあマジアチャーいいよ、壊してほしい。一発アホみたいな攻め行きたいな。ゴースト裏ドリル U のウォールブレイカーっていうフルぶっぱ攻めが意外と強かったりするんですよね。まあ、逆をこう攻めるのもありだよね。でゴースト作刀みたいなね。いやーそうだ、それでもあったね。このデッキめちゃくちゃいい受けされてます。普通にめちゃくちゃいい受けされてる。いやーまあでもちょっと俺も勇気して、これマイティいないサイクルなんで陸掛けちょっとうざいんですよ。まあ、ゴブリン回ってたとしてもみたいなね。さあこれちょっとうざいと思うんですよね。頑張れる頑張れる。ウッド使ったら、いやーオールブレイカーいって、あこの位置のオールブレイカーやばい、一発しか入らないんでよくないっす。うっもったいない。まあ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 、俺のマックス G はあの化け物ね、そろそろ来そうじゃね。怖いよね。あれどうしよう、あいつに戦う術がね。いやでもゴース優秀、一発受けるけど、よしよしよし。いや限界突破のあの小娘だけね気をつけていきたい。うっ、あーめっちゃいいマイティー。まあ大事なのは、あそれやばい、嘘嘘って言ったし、その逆サイから入るのさ本当にどうにかしてほしいけど、いやなんかちっこいのいっぱいいるぞ。あれワンチャン事故ってくんね。事故らんのよな本当に。一発一発からのこれね、まあ普通は読まれるっすけどね。あ普通は読まれるっすけどね、ちょっと諦めてたかもっすね。オッケー。いやなんかねいいね、マジアチャがなんだかんでいい味出してるわ。さあいやいい感じではある。リラットみたいなのは似たようなドリルウォールブレイカー使うイメージあんな。いやめちゃくちゃそれ、ちょっとあれがなかったんでゴースト、もうウォールブレイカーで破壊します。はい、さあスケキンとかかな。いやマジそうだね、ほぼ一緒みたいなところはある。アイボかな、フキアだったけどいつもは。まあなんか流れ的にねロケット押しにしてるとかもありそうではある。さあこのソウルコールがちょっと渋い、渋いけど好きだけで許容したら、これ攻めスキブ使ってんでちょっと事故らせれそうで、こっちにね攻めちゃうみたいなね、むずいよねこの受け。ウォールブレイカー一発入らないよね。なんかめっちゃ綺麗な受けできそうじゃね。言うの残れよーっていうやつか。さあこれは悩むね。インフェでスケキンやって、まあ、ドリルにゴーストを徹底したいかな。ウォールブレイカーもいるんで相手、まあちょっと雑にウッド使っちゃうとやばいかなーって感じか。これね右サイドの端前マジアチャで左の球に届くらしい、最近変わったみたいな。でもまあマジアチャいないんであれだけど、まあ正直自分から攻めたくないな。俺の声が届いてる、熱い。さあゴースト5使ってくる。まあスケキンもいるからね相手、正直スケブ
いやいい受けよねこれ。このオールブレーカー受けなんかいい加減強すぎて、うっ、いやそれが入るのも強すぎて、あー山雨になってんのか、なるほどね。ちなみにこのインフェは吹き矢小僧でしばかれます。いやでもいい受けしてる。どっちかやるね。相手今攻めすぎてたね。さあいい流れでスケブいるんでこれ攻めると実際、いやスケキになった時が渋いとかは考えない。いやはみ出すぎやろ。あ俺のこのスケちょっと生かしたいけど、で柳目なんでマジアチ最強ゲーやん。来た、しかもこれあいつありますスケルトン。これさやっちゃっていい、自己ラン、あ柳目か。え、マジでさ、え、本気で、やな、強っ。全事故りもちょっと見えたけどな。いやー、いいインフェだね、それ。まあ、なんか、イケイケどんどんな気がすんで、行っちゃって、入らん？だいぶ待ったのかい。気持ち手で延命しながらの、スケキン？射抜くよね、絶対こんな。射抜かないやついないよね。射抜くよね。さあ強すぎる。ヤファイボだったんだね。まあ、けどね、全然勝ててましたよ。さあまあこういうデッキはね結構使いやすくて有名というか手出しやすい方のデッキだと思うんで、ユニレベあればそうぜひおすすめではある。さあ冷凍庫なんか変なホグだった気がするな。いやランバーもいんのか。いや新しいな、インドラとかいて、あーすごい、もうインドラでそう攻めてくるんですよ。インドラが攻めカードだと思ってんで怖いよな。なんかこのフリーズ、そうフリーズマイティもいる。いやなんかすごいんですよね。そうデッキがだいぶ特殊族で、いやこれフリーズされたらさみたいな、まあ確定フリーズだね。インドラマイティはもうそこを刺そうとしかしてない。テスラとかもあーんしっかり入っとるやんけ。さあまあインフェはでもちょっと硬いかもね。相手がヤフリかザップフリかファイブフリかわかんないけど、いやーまあちょっとめんどくさいよな。インドラだけ怖いよね。まあ無理に攻めない方がいいかもね俺は。さあまあでもここはねさすがに攻めたいで、ウォールブレーカーまで行って、あーマイキックかぶったか。相手の呪文を確かめながら、いやボンバなんか強くね。いやーこれ綺麗に完封か。おつらい。まあ、逆サイホグ、ホグにインフェ徹底しないと危ないかもね正直。いやーその顔してましたよねさすがにね今のは。いやーしかもさウォールブレーカーじゃね、ドリルあんのやだねあれ。ちょっとはみ出てほしかったな。いやでも結構いいスケ増殖と思いきやランバーで死ぬ。まあテスラもあるしね。いやダメ。おでかい、なんかいやーやってほしかったなそのまま。いや俺これ一生ガーイもすればあると思うこれで逃げ切るぐらいの気持ちじゃないと、なんか
逆にきついかも。消える。いやインフェめっちゃいいな。でインフェ見して、いやこの右サイドめちゃくちゃいい、振り付きそう。よしよしよし。いやマジ耐えだな、攻めた瞬間終わる。このインドラの攻めやだね、めちゃくちゃもうそのフリーズが怖すぎてフリーズ怖すぎてやばい。さあスキル増殖はいつ活躍すんのってところで、なんか活躍しそうな場面に来た。いやいいよ、お、やばいそれ、アホだ。お、危ねえ、いや危ない、ホーム釣れなかったけど、ただダメージ刺さってる。ちょっと攻めれる流れ、いやー守れば勝ち。いやー耐えましたね、怖いね、常にフリーズがビクビクしながら戦わないといけない。いやーまあ耐えた。さあインドラとかなんかその辺がすげえ厄介だったな。だからまあメガゴとかインドスケドラフェニックスとか、まあドラゴン引くとちょっとめんどいかなみたいなデッキではあるか。まあなんかでも自陣で受けながらなんとかなりそうではある。さあホグの顔してんな、ホグかみたいな、まあ、これゴブリン使ってるんで、あー結構攻めちゃいたい。受けが少なくあれ、いやーいいよ、言うのも入る。まあさすがにこれは射抜きちゃダメですね。トリトン来て終わるかもしんないんで、来てもインフェあって、来なければこれウォールブレーカーでフェニックスのダメージも抑えれるし、こっちもね攻めれるっていう最強な釣り。ウォールブレーカーはまあこれが壊れてる。さあまあ緊急してもよかったが、これまた行きたいですね。こういうパターンもある。よいしょ。ドリル短期で、まじわちゃり射抜く。もうちょい延命してもよかったけど。よしよしよし。さあ、まあ、両サイドね。プレッシャー与えてるのはいいところではある。ここの防衛、めちゃめちゃ苦しい。めちゃめちゃ苦しいが、ファイボだったら幸せだな。今の環境、ファイボじゃないロイは生きていけません。ってことで、焼いちゃって、焦がしちゃって、はい、インフェ最強。やべえよな。こいつ。こいつマジ強いんだよな。さあ、まあちょっとだけアド取られてるんで、まあ、無理はせずに。それ咲いたらさ、相手やばい、よくない、タルだけ許容。うわー大人だなー、それ大人すぎる許容。来る、守んないといけない。この意味のない限界突破スケルトン、あーなさすぎたやろ。ちょっと待って、今の見なかったことにしてほしい。自分で意味のないっつってんのに出してるもんな、頭悪すぎるだろマジとか思うんですけども、まあそういうね、相手の油断をさせるっていう意味ではね、あこいつ限界突破スケルトンそんな下手くそに使うんやっていう多分気持ちになってるんだ相手は。こんな感じでね、雑にファイボも使ってくれる。よし、あんまここにねコースト使っちゃうと次がやばいんでね。
ずっと使ったんでね、よくないよね、延命するよね、ゴブリンがあるよね。さあさあさあ、まあ、こっちウッド使ってもらって、このままジャチャで生きていきたい。俺は楽して生きていきたい。いやー、いや、いいよ、キング起動されたくないマジックアーチャー。よしよしよし、まあ、このファイ、これマシ一周目ね、ファイブでいかれます、ファイブでいかれます、全然いいんですよ、ファイブでいっちゃってっていうあれなんでね。ね、これちょっとゴブリンとかで、あ、それやばい、素敵な、あー、めちゃくちゃ素敵な攻めが来てる。まあどう見てもやばいのだけは分かる。ぶっ壊れないかいぶっ壊れすぎだろおい。スケルトンマジでマジであの俺が下手なのかスケルトンが弱いのかみたいな、ちょっと怪しいな、さっきからさっきからなんかスケだけ悪いんだよな、どう見てもスケが悪い。さあ、まあこれは歩いてくれる、歩かないか。さあ、今回アチャクイ、おお、これまたオシャンティーな攻めが来ますね。これ残らん、ちょっと遅かったか。まあでも、おお、なるほど、アチャクイガゴ、いや分かんねえな、しかもロイフグッション、いや俺分かるか、エリババのやつだ多分。あー釣れなかったか、なんか、いや分かりそうで分からん。いやでもエリババロイフグファイザップのデッキの人いたんすよね、俺の記憶が正しければ。それ本当にこんなデッキにエリババ入ってんのってなるんですけど、俺の記憶だと入ってるんです。そうなんですよね、まあファイザップなんで飛んでくるよね。よしよしよし、歩かせないと守られない、守れないし、歩かせてもちょっと守るのが嫌だ。いやー、いかこの地味やですね、このデッキからすると。さあダメージを追いつかれる。まあドリルの受けがちょっと少なそうなんで、そこでいい感じにしばいていけると幸せかな俺は。両サイ振るのもいいかも。置いちゃう、あーヒースピーやば、マジなんでっていう。いやーめっちゃ勇気した。ガゴいるんでこれでガゴとか使わせたいよ。いやースケだけか、えらっ。お、でも来た、これ許容できそう、許容して、あ、限界突破すけ、お前無視すんなよ、こっち向いてほしかった。いやこれむずいぞ意外と、いやいろいろ入りそう。よし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 、でかい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 、え、てかあのままなんか終わってくんね、ゴーソ、うわそれで酒買うのやばすぎ。え、これさ呪文ないみたいなのない、だいぶありましたよね。まあちょっと攻めて許容させない感じね。マジックアーチャー向いてくれるんですよね。しかもこれもう一枚いるぞ。でこっちに探しながらの、こっちが本命ですよと見せかけながらの、いや待ってこれやばい、このヘッポコマジアッチャー、マジアッチャーやばい、うっ、なんか俺ピンチになりそうじゃね。ちょ、インフィ置いとくわ、これロイフ来そう、来るよね。あーこれやばい、絶対突破しようとしてるこれを。てかインフェ最強やん。なぜ344にドリルを飛ばさないのって思った皆さん、俺も思いました。さあオールブレイカーが最強と、
これ便利ですよね。早く飛ばせよな、本当に。今で持ってんだよ、その邪魔なドリル。よし、これで終わるんですよ。簡単、早い話が。2分前に飛ばしたけど終わってた。よし、いや、スケッチ増殖増殖してたなって感じ。さあ、アラビアボーイ、あー、これラーカンの OP のラーカンがラバ使いなんで、ラバ引けたかもね。ちょっとやってないんで、インフェだけでどんぐらい頑張れるのかっていうね、やっていきますか。まあババかなんか来そうですよね。さあ、限界突破する前は本当にただの黄色いやつなんですよね。黄色いやつの集まり、はい、大した力もないけど、限界突破するともうやばい、こいつだけでキング持ってかれるんで、まあこれは逆のがいいね、攻めるならね。さあ、まあこれは陸がないと信じたい。うん、でゴールブレーカー行って無視と。さあ、まあ一応ネクストインフェもあるんですけど、まあスケドラ追加からのインフェにザップの可能性があるんですよね。あ、でこの墓石型はディーガーがいないんで魔術最強かつ遅れて、はあ、あ、この魔術を調するとそういう感じになるんだね。あー、なるほど、これが限界突破。ほう、なるほどね、強えな、なるほどね、強いよ。バケモンやらしいです。皆さん、スケルトン、お前はどうした？ディバインジャガイモ、さあよろしく。ジャガさん、プロフィールはいかつかったね。マルチヒーラーちょっとわかんないけど、いかついデッキな可能性がある。さあトルネード、スケラゴレ、エレジャイね、インドラね。あー、インドラね、エレジャイ臭いですけどね、トルネ使ったんで普通に禁忌されてもいい位置で、まあわかんないっすよね。お、なるほど、延命したい。あー、全然やる気が感じられないな、ユニットの。フリーズ来たらもう仕方ない。このトルネアなんかコスト苦しそうだったな。今インドザップか、ゴブリンいたよな。いや、わかんねえな。なんだこれ。インドラ、あ、わかったわ。ホグファルチェじゃねえ、あの、ファルチェバルーンなんですけど、重いやつか。何さんだったっけな、なんか日本人で使ってる人がいたよな。なんか重めなね、ラバ使い、お疲れ様ですっていう、ファルチェインドエレキバルキリーみたいな、そう、もう対ラバ鬼特化マシンみたいな。マジでラバ使いこれ引いた時はね、勝てないよねみたいな、そうデッキのね構成だってイメージがある。あ、ファルチェの釜の角度危なすぎる。いやー、一発これ強いんだな。さあ、まあさすがにマジックアーチャーは延命する。延命できるかな。まあゴブリンのサイクルなんで、ここで攻めウッドまでして何でもいい、引けたら。男の許容。さあ残るマジックアーチャー、いいねこれ、これマジアーチャーだけで生きていきそう。いいザップが来ちゃうよね。いや、めっちゃいいザップされて、なんでそんなのんびりしとんっていう話ですよね。わかる。まあでもなんとかならん、ザップ使ったし。いうのが
まあ93はもう呪文圏内みたいなとこあるんで、さすがに禁忌させてもらって、禁忌じゃねえ、もういい評価してもらって、スケルトン刻まれても増えろ、お前ならいける。さあでドリルプラスのもう1枚とかか。さあまあまあ施設2個あるんで、普通にねインフェにザップ打たれてもドリル置いてキング起動もできるし、まあ、バルーンにはちょっといいね。